はい、調べました。言ってないですね。ああ、マジか。クソが、政治家の件じゃねえだろ。あの件、まるで精神を蝕むような。マジか、言ってないか。百式軍刀術の清み、いや、それ以外にも。やばい、悔やまれるな、これ。しょうがねえ。もうよ、避けてきたよ、とうとう。敵隊の二大使、それに魔人のあの剣は、外の断りの魔剣アングバール、それに聖光人でしたか。かつての同胞ながら化け物ぞろいですわね。ニュバリー、お前は確かに早い。だが聖光人を破るには至ってないみたいね。ごちそうぞろいじゃねえか、クロウ。せっかくだから鬼神を呼び出しちゃどうだ。その挑発には乗るか。その手には乗らねえっつうだよね。でもどうするこれ。殴るね、容赦なく。人数では勝っているが、二体の戦術格が桁違い。おまけに白兵担当もいる。ちょっとあんた本気出しすぎでしょ。これは失礼。麗しき遊撃士殿、こちらの戦力も拮抗、もはや体制は覆らない。じきに他の面々も戻ってくる。長期滞在用の個室を多めに用意する必要がありそうかな。こいつ、父様、イライラすんな。こんな奴らに負けたくないんだけど。終局ですか。さてどうする。言ったようにお前は黄昏の真なる贄に選ばれている状態だ。贄としての力を解放すれば万が一の勝機はつかめるかもしれんぞ。お前実の息子になんてこと言うの。ダメです、このおじさん何言ってくれちゃってんのよ。ほう、軍門に下るつもりでもなさそうですね。ああ、帝国そのものにかかった呪いに選ばれてしまった。だがだからこそこの瞬間だけは勝機が見出せる。まさか。ガイウス、エマ、すぐそこまで来ているぞ。何の話してんの。わかりました。え、何の話してんの。ちょっと待って、リーナ、さっきの話一部は理解できるよ。すぐそこまで来てるって何が。セリーヌ手伝って、ガイウスさんの成功に重ねて門を開くわ。わかった。そういえば外の様子見えてたんだよね。片側だけの転移も。いや、おいおい、この気配は。そうきたかよ。この歌声って。ああ、間違いない、クロチルダがここに向かってきてくれてたの見えてたの。ピータ、クロチルダ。ジャストタイミングですね。え、ミュウテなんかやってたの。私の方でも見通せていなかったのが
聖杯の副長の箱。ホケってこれ？どうしてあんな高い位置に？こしゃくな。やめた。飛行艇か。メルカバ、山猫。なるほどね。あれは山猫号。シュウセントさん、来てくれたんだ。それにあの銀色の船は。ええ、リベール組やクロスベル組から聞いた。聖杯騎士団が所有する守護騎士専用の作戦艇メルカバ8号機。俺が死から受け継いだ船だ。やーば、トマス強化使えず、はいはい、勝ちました。わかった、ナイスタイミング。将軍もドンピシャです。で、ここで来るかよ。いいタイミングじゃねえか。そういえばトマスのそばにいましたね。無事みてえだな。ええ、おかげさまで。文校長にクロチルドさんもありがとうございます。副長さんの協力があってこそだけど。この場は我らに任せよ。撤退の準備を始めるがよい。イエスマン。オッケーオッケーオッケー。いける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 。全然脱出いけるわ。これだったら隙さえ作ればいいもんね。ここで勝つ必要ないもん。ナイス。さっきのお返し。はい、ナイス牽制。手伝ってくれ。任せときな。で、ここでだよね。オルディーネだよね。オーラ、お前の望んだ通りの騎士に来たぞ。いいじゃねえか。脱出に使わせてもらうけど。話した通りだったな。なんだか動かすことは。なんなのよ。忘れてた。人型だったから。セリーヌ、手伝ってくれ。ええ、ケルンの霊気を整えるわ。彼の思念がなくても、あんたなら期待と同調できるはず。意識を集中させなさい。ああ。バリバル、俺のせいでこんな状態に。だがどうか力を貸してくれ。明日を見出すためにも。ありがとう、相棒。ああ、青い状態になったね。行くぞ、灰の騎士バリバル。これがケルンの状態が整ったんだね。やったー。じゃあ、あとあのミリアムの剣行くぞ。よしよし。赤いまんまか。こっちはリーの影響、まだモロに影響を受けて元に戻らんか。やりやがったな。クローも含めたみんなのおかげだ。
みんなの気候兵は掴んだ。転移させるのね。フォローするわ。よっしゃ、乗り込みましょう。よし、これをちょっと大人げないかもしれんけど、まあ大人じゃないしね、こっちは。楽しい時間であった勝負、そのままさらなる研鑽を積みたまえ。止まってしまった我らの先、あなたならば目指すことも叶うでしょう。うわあ。聖者の鬼神、それに最小の鬼神か。やっぱなんか黒の鬼神ちょっと気持ち悪いんだよな、見てて。悪運だけは強いよ。悪運つうか多分呪いはさ逆用したんだと思うよ。ミゼと同じパターンだね。くそ、これがあったか、忘れてたわ。あれは魔光騎兵、乗り手いないと。さすがにヤバいね。みんなリーンたちの元へ。いや、やっぱりちょっと黒の騎士本当にキモい。なんであんなキモいの。周りに助けられたとはいえ、気を掴んだことは褒めておこう。だが分かっている、もはや宿命が避けられぬことは。ああ、大いなる黄昏の煮えとなって初めて分かった。鬼神の起動者全員に課せられた逃れることのできない宿命、避けようとすれば歪みはさらに大きくなる。なんか勝手に埋め込まれたんかな。それがクロチルダさんが言っていた真なる物語なんでしょ。ええ。私が高魔城で結末をすり替えようとしたおとぎ話。やっぱそういうことだったんだ。大次元において鬼神として分かれていた大いなる一を取り戻すための儀式、総国と呼ばれるそうね。え？正確には七の総国と呼んでいるが、大いなる黄昏が進む中、世界の滅びと共に行われる儀式。待って、そんなことして何をする気な。それこそが黄昏を引き起こした本当の目的。全ては大いなる一とやらを蘇らせるための茶番というわけか。どうやってやるのそれ、手段としては。その通りです。茶番というには悪辣すぎますが。悪辣って言うんだったらなんでお前そっちがついてんの。まあまあ、めちゃくちゃに熱くド派手な祭りらしいからな。そのクライマックス、ぜひともお目にかかりたいもんだ。お前ちょっと趣味悪いな。悪趣味だね。結社がどういうつもりかはこの際置いておくとして、兄が金の鬼神の乗り手となった今、全ての条件が整ったわけか。ああ、もう後戻りはできねえだろう。それでも俺は抗うと決めた。かけがえのない仲間や教え子たち、7組や協力者たちと共にミリアムの魂に報いるためにも、何よりも俺が俺自身であるためにも。リン教官、ディファリーにもこの言葉響くよな。私たちも同じです。うん、全てが悪い方へと向かう絶望的な状況において、リーンだけじゃなく私たち自身もどう生きるべきか見極めるために。よかろう、ならば抗ってみせるがいい。それもまた総国のための格好の焚き火となるだろうからな。ベルカバ2号機から連絡、上空で複数の機影が接近中。ほら、とっとと離脱するよ。行きましょう。エマ、セリーヌ、ガイウス君も。ええ、皆さん集中を。一気
に運ぶわよ。光りささぬ地の底から翼と共に空へと。よし、じゃあねみんな。君たちにも期待しておこう。大地の竜を食い破るための奇想天外かつ魅惑的な一手を。ふん、半分くらいは見抜かれているようだが。うん、俺もね、全容まではつかめてないだけなんだよね。頂戴する代償にお教えしましょう。ミル・ミラージュ、それが私が走らせている作戦です。なるほど、総国とはまた別に週末の盤上で遊ぶとしようか。今ね、皆さん、こーい。オッケー、全員乗り込んだ。爽快だね、ここまで来ると。バイバイみんな。先導する。ついてこい、リン。後輩ども。ああ、よろしく頼む。ち、こういうところは重さが当たりにやるしょうがね。あれって太陽の光？ああ、明け方だろう。オールでこんな動いたか、お疲れだねみんな。俺もこの年じゃ無理だ。メルカバ、山猫ボウも飛び出してきて。やりましたか。あ、はい、これ飛ばすのメルカバね。光学フィールドを展開します。ああ、間に合わなかったね。これが増援部隊メルカバ8号機。回収が済んだのか。教会の船だと。地王教会、帝国に立てつくつもりか。何を言ってんの、こいつは何を言ってるんだ。鉄血殿に聖女殿、ナンバーワンまで出し抜くなんて。深淵に黄金の羅刹、守護騎士を味方につけているとはいえ。これね、リンさんとやらは大層運に恵まれているみたいですよね。そんだけじゃないんだよね。まあそれは一番でっかいんだけど。幸運と言っていいほど過酷な運命みたいだけどね。彼らにとっての苦難はこれからなんじゃないかな。まあ何にせよ、これで役者と舞台は整ったわけだ。っていうかお前、大陸すべてに火をかけて地獄の大釜の蓋を開くための。ええ、ある程度俺話は聞いたけど、七の鬼神は揃った。もはや物語の佳境に向けて。何です、全てが加速するだけ。なんで二人ともこんなノリノリな。今の話本当だったら殺し合いじゃないの。皆さん、リーさん、ミリアムちゃんもこれで。まあ収まるべきところに収まってくれて何よりだぜ。たとえ希望がどれほど儚く絶望が避けられないとしても、俺らには期待しちゃう。さてどう動く、リン。それに七組たち。オッケー、長かった長かったけど、でもここまで長い撮影でさ、AP 獲得できなかったの辛いな。ちょっとね、行き急いじゃったね。心臓バックバクの状態でさ、脳みそがうまく回らなかったみたいだね。ああ、悔やまれるわ。でも、いいイベントでした。すごく良かった。長かったけど、本当に。
というわけで、AP の方はもう獲得できなくてすごく悔やまれるんですが、まあいいイベントを見させてもらいましたし、新たな新情報も獲得できましたので、満足としましょう。もう満足と言い聞かせます。こっからまたさらなる奇跡が待ってると思いますし、さらなる真実もね、明かされるとは思うので、その辺を期待して今日は終わりにします。お疲れ様でした。